濃いだし本つゆ満点レシピ、鮭のだしバター照り焼きをご紹介します。薄力粉適量をバットに広げ、生鮭2切れにまぶしておきましょう。舞茸1パックは小房に分けておきます。さやいんげん4本は半分に切りましょう。大根おろし大さじ4はキッチンペーパーで軽く水気を切っておきます。フライパンにサラダ油大さじ1を入れて熱し、鮭と舞茸、インゲンを加え、鮭に火が通るまで中火で両面を焼きます。余分な油を拭き取り、バター 10g をのせ、キッコーマン、濃いだし本つゆ大さじ2を加えます。くびれを押して調節自在です。これを絡め、器に盛り付け、大根おろしを添えたら完成です。バターの風味が効いた一品、ぜひお試しください。